ちは、株式会社白組所属のエフェクトアーティスト三宅真嗣です。白組は三軒茶屋と調布にスタジオを持っており、事業内容としては映画制作、テレビ映像制作、CM 制作、イベント映像制作など様々な事業を手掛けております。ゴジラマイナスワンのコンセプトとしましては、山崎監督もインタビューでいろいろおっしゃっているのですが、ゴジラを近くに感じる恐怖感というのがテーマの一つにもなっています。その恐怖感を表現するためにエフェクトは重要な要素の一つなので、プレッシャーを感じながら作業していました。ゴジラマイナスワンの制作における技術的課題は、弊社で携わったことのない物量、カット数の破壊エフェクト、水エフェクトを限られたマシンリソース、スタッフで高クオリティに制作しなければいけないことでした。今作では銀座の街並み、戦艦、電車など様々なものを破壊しました。その破壊に対応するために金属、コンクリート、ガラスなど様々な要素に対応した破壊ベースアセットを作成しました。その結果、銀座の街並み、戦艦の破壊担当1名、電車の破壊担当1名、日本家屋の破壊担当1名と合計3名の少数で破壊エフェクトを作り切ることができました。破壊以外では海の表現が必要になるシーンが作品全体を通して100カット以上ありましたが、不意の強力なツールのおかげで先ほどの破壊担当者3名含め合計5人で作成しきることができました。破壊や水エフェクトを作成する上で、フーディで既に用意されている RBD 系のノード、リップソルバー、ホワイトウォーターソルバーなどは今回の作品を作る上で十分に必要な機能を備えていたので、改良することなくそのまま使用しております。そういった強力なソルバーを最大限活かすためには、ソルバーに様々な情報を組み込む必要があり、先ほどお話ししたコンクリート、ガラス、金属など様々な情報を追加できるノードを破壊ベースアセットには組み込みました。フーディの大きな利点の一つとして、出力したキャッシュの再加工が容易という点が一つあります。今作においてはプライマリーの破壊シミュレーションだけで絵を作りきるにはどうしてもシミュレーション時間がかかりすぎました。なのでセカンダリーシミュレーションで物量の底上げをする必要がありました。具体的にはプライマリーの破壊をもとに断面を摘出して、セカンダリーの破片やファイルのエミッターとして使用しています。その結果、圧倒的な物量のセカンダリーを許容時間内で作り終えることができました。今までお話ししたようにフーディには様々な場面で僕らを助けてくれました。アーティスト単位でも容易にツールを作成することが可能で、プロジェクトで必要なパイプライン周りのツールをサクッと仕上げることができ、スタッフには絵作りに集中してもらえ、カットのエフェクトをどんどん仕上げていくことができました。その結果、当初の課題の圧倒的物量を限られたスタッフでこなすということを無事達成できました。今回アカデミー賞視覚効果部門を受賞できたのも、エフェクト目線でお話しすると、今回のベースアセットはゼロから自分たちで考えて構築したというわけではなく、国内外問わず様々な有料チュートリアルから知見を得て完成できたものなので、皆さんのおかげで受賞することができましたというエフェクト業界全体に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。